ゼルスが大谷選手をトレードで放出へ。その驚きの理由とは。コンオフ FA となる大谷選手の去就は世界中で大きな注目の的となっています。エンゼルスとの契約延長を選ぶのか、他球団への移籍を選ぶのか、大谷選手のキャリアにとって間違いなく重要な分岐点となることでしょう。今シーズンは打者としてメジャー全体1位の32本塁打をマークし、投手としてもここまで7勝を挙げるなど、エンゼルスの中心選手としてチームに欠かせない活躍を見せています。この状態を今シーズンもキープできれば、ヤンキースやドジャースを筆頭に大谷選手を獲得するべく、強豪チームは高額な年俸を提示するはずです。一方で大谷選手残留、契約延長に向けて今シーズンは何としてもプレーオフ進出を果たす必要があると言われてきたエンゼルスですが、ここに来て大谷選手を残留させるのではなく、ある条件で手放すとの情報があり、アメリカのメディアはこのように報じています。二刀流のスーパースターを球団は残留させるのではなく放出するつもりで動いている。今オフに FA となるショウヘイ・オオタニとの契約更新に向けて、エンゼルス側はあらゆる手を尽くそうと模索していたが、現時点までに大きな動きは見られていない。エンゼルスのチーム内では大谷選手の盟友マイク・トラウト選手をはじめ、ポストシーズン進出こそ大谷の残留意欲につながるという意見が大半を占めているようです。ところがエンゼルスのプレーオフ進出は大谷選手の残留にはつながらないようなのです。これまでエンゼルスが現状として一番に掲げていた目標、それは今シーズン終了後も大谷選手と契約を結びチームに残留させることでした。大谷選手はかねてより勝利に対して貪欲な姿勢を見せていました。2021年の9月マリナーズ戦の登板後に大谷選手はこのような発言をしていました。ファンの人も好きですし、球団自体の雰囲気も好きではある。ただそれ以上に勝ちたいという気持ちが強いですし、プレイヤーとしてはそれの方が正しいんじゃないかなと思っています。さらに WBC で世界一となりチームに合流した際にも、WBC を通してシーズンへの意欲が増す発言をしていました。 WBC は久々の短期決戦だったので、そこが一番これぞ野球だなという雰囲気を味わえた。正直ワールドシリーズは出たことがないので予想すらできないけど、短期決戦で投げたいという欲は自然と高まったと思います。やっぱりポストシーズンとか WBC のような短期決戦の熱量は特別。シーズンに入る前に短期決戦の雰囲気を味わえたのは特別なこと。エンゼルスで今年ワールドシリーズに出て勝ちたいと改めて思ったし、今はそこしか考えていない。エンゼルスのことは好きだが、やはり勝利を追い求めたいという本音を聞くことができました。大谷選手のこのような発言もあり、球団としては長期契約に値するチームであることを証明する必要があり、その具体例としてプレーオフ進出を目標に設定していました。しかしここに来て球団側はプレーオフ進出は大谷選手の残留に大きな意味を持たないと考え出していると言われています。今シーズンのトレード期限が迫っている中、長期的な意味でのチーム強化のために大谷選手をトレードで放出することを検討しているようなのです。その背景にはミナシアン GM によるマイナー改革が成果を出していることが挙げられます。2020年にミナシアン GM が就任してから、マイナーも勝利を求める方針に変更しました。2021年のスプリングトレーニング開始時にはマイナーで最も勝率の高い球団をリストアップし、それらの球団はメジャーでも好成績を上げていることを指摘したといいます。当時エンゼルス傘下に所属していたコール・ダウンシング氏は当時のことをこのように語ります。ペリーはマイナーで勝てなければメジャーで勝つことは望めない、簡単にスイッチをオンにすることはできないと言った。彼の理屈は勝つことは技術だと、勝者は本物で敗者も本物だ、勝ちながら育成すると言っていて気持ちが高まったよ。意識改革は実り、2022年エンゼルスのマイナーは近年最高の成績を残し、2つのチームがプレーオフに進出しました。さらにプロスペクトランキングも29位から19位へ上がりました。
ミナシアン GM はこの意識改革をこのように説明しました。勝つことを経験していない状態でメジャーに上がると、1点差の8回のような緊迫した状況で何をしていいかわからなくなる。理想的な状況ではない。このような改革もあり、大谷選手をトレードに出し、莫大な移籍金と有望株を手にすることで上昇チームを目指すことにつながるとの考えなのかもしれません。さらに大谷選手の契約延長でネックになってくるのは超大型契約になることです。大谷選手との新たな契約については米主要紙ロサンゼルスタイムズなどが北米プロスポーツ界で史上最高額となる M12 年総額6億ドル、日本円にして約835億8000万円とも報じています。とてつもない金額ですね。エンゼルスは12年約482億円の超大型契約を結んだトラウト選手や、7年約331億円で契約したレンドン選手との契約期間もまだ残っており、大谷選手残留となれば確実に贅沢税の支払いの域に入ってきます。その点が球団幹部にとって焦点となってくることは間違いなさそうです。この贅沢税の支払いについてモレノオーナーは否定的です。モレノオーナーは贅沢税を支払わない姿勢を長年にわたって頑なに堅持し続けていることで有名です。関係者によると、大谷選手に対して6億ドルの超破格契約を用意できたとしても、贅沢税の枠組みだけは是が非でも遵守するつもりだろう。仮に贅沢税の上限ラインを超えてしまった場合に、支払いを拒めば来年以降の補強費用は限りなく少なくなり、今以上に年俸バランスにばらつきが出るのは避けられないでしょうと語っています。さらに大谷選手に限らず、チームの新戦力となっていたウルシェラ選手やレンフロー選手も FA が近づいているため、下手をすれば後半戦すら危うくなるとも見られています。このような様々な要因が重なって、一部ではエンゼルスが大谷選手を放出する準備をしているのではないかという報道が上がっているのです。大谷翔平がもたらす影響力と有識者の声。エンゼルスと大谷選手の行く末に注目が集まっていますが、アメリカの有識者たちも様々な見解を示しています。様々な意見が出ていますので、そちらを紹介していきます。エンゼルスとの契約延長に関する交渉の状況について、大谷選手の代理人を務めるバレロ氏は直接的なコメントは避けつつも、今後の大谷選手の身の振り方を匂わせるコメントを残しています。翔平には今シーズン最後までプレーし、 FA 市場に出てどうするかを見極める権利がある。翔平はエンゼルスに愛着を持っているが、それ以上に自分のキャリアを第一に考えている。だからこそトレードや FA を活用することも視野に入れている。トレードの最終期限は7月末となっており、大谷選手の去就に注目が集まっていますが、そんな中5月28日日本時間の29日にはアメリカのスポーツ局 MLB ネットワークの番組 MLB セントラル内で史上初となる6億ドルの契約を結ぶ可能性が議論されていました。番組内で元エンゼルス外野手のクリス・ギャング氏は大型契約についてこのように語りました。その額に値する選手だ。大谷がチームにもたらすものは大きい。一人で観客動員とテレビ放映権に影響を与えている。6億ドルの契約には 100% 賛成だ。彼と契約できる球団にとってはどんな契約でもいい契約だ。司会のローレン・ベリンジャー氏もこのように話しました。テレビ放映権やユニフォームの売り上げが発生するだろう。プレーとしての価値だけでなく、多角的な面での大谷選手のもたらすメリットを伝えてくれました。そして大谷選手の獲得候補としてよく名前が挙がるメッツのスティーブ・コーエンオーナーは、大谷選手について島をプレゼントしてあげてもいいとのジョークも飛ばしているそうで、果たしてオフにはどんな契約が提示されるのか楽しみですね。大谷選手が野球の国際的な市場に与える影響について言及したのは、 WBC でアメリカ代表の監督を務めたマーク・デローサ監督です。大谷選手の去就にも注目しながらこのように語りました。彼のことを当たり前だと思わないでくれ。平均年俸は確実に上記を逸脱した数字になるだろう。
だって彼は世界中で野球に影響を与える可能性があるからね。まあ大金を出せるチームは少ない。メッツの後援オーナーは彼がノーと言えない金額をオファーする可能性があると思う。大谷選手の契約について様々に報じられる中、元サンフランシスコジャイアンツの GM ボビー・エヴァンス氏はこのように語りました。どんな金額になっても私は全く驚かない。地元ラジオ局の番組ビラード&ディブスに出演した際には大谷選手についてこのように持論を展開しました。チームの 50% の年俸を与えることはできないだろうが、獲得は間違いなく検討はするよ。彼は見ていて楽しい選手だし、本当に多彩だ。ちなみにエヴァンス氏といえば、大谷選手がメジャー挑戦を決めた2017年に大谷選手獲得に動いていたジャイアンツの動向を主導した人物です。当時はチームの顔であり、球界屈指の捕手であったバスター・ポージー選手を交渉の場に呼び寄せるなど、熱心なアプローチを見せていました。かねてから大谷選手のポテンシャルを高く評価していたエヴァンス氏だけに、球界屈指のタレントとなった今もなお賛辞を惜しみません。大谷自身が行きたいと思えるチームは3、4くらいあると思う。その中で彼は最も高額の提示をした球団に行くと思うし、その権利がある。どれだけ金額が高くなっても決して高すぎることはない。あれだけ底知れないポテンシャルを持っている彼なら、与えられた契約金以上のパフォーマンスをするし、それぐらいに働くよ。果たして大谷選手の新たな契約はどれほどの規模になるのでしょうか。交渉が本格的に白熱するのはまだ先ですが、今から目が離せない状態ですね。海外野球ファンの反応。大谷選手の移籍に関しては、多くの海外ファンからは次のようなコメントが寄せられています。 DH を他選手のため有効に使いたいチームは、少なくとも固定で使うエンゼルスのような起用法はできない。シルバースラッガー級であれば起用したいチームはあるだろうが、 DH 固定自体を嫌がる監督もいるだろう。やはりエンゼルスは大谷ファーストを強く感じるチームだ。プレーオフ進出は一つの要素にはなると思うが、決定的ではないと思う。トラウトの将来的な DH を含めて、観客動員やスポンサーの件は彼がサインしなければなくなるのは同じ。どちらが得かを一生懸命考えているはず。エンゼルスが独走状態にでもならない限り、トレード期限ギリギリまでこの手の報道は続くだろうね。大谷がもし本当に出ていったら、エンゼルスの楽しいベンチのみんなはきっと寂しがるだろうな。大谷がどの球団に行こうと俺は応援するよ。エンゼルスがベストとは限らないからね。現在エンゼルスは3位につけています。十分プレーオフを狙える位置にいますが、これから状態を上げていかなければプレーオフ進出は難しい状況であることに間違いありません。これからのエンゼルスの快進撃に期待したいですね。水面下ではエンゼルス側が現在も大谷サイドに契約延長を前提とした極秘交渉を申し入れているものの、拒否されているという噂もありました。別のア・リーグ球団関係者によれば、突っぱねられているわけではなく、あくまでもペンディングというスタンスらしいとのことのようだが、ペリー・ミナシアン GM を筆頭としたエンゼルスの編成部門にとっては穏やかではないでしょう。さまざまな憶測が飛び交っている大谷選手の去就問題、本当のところどうなのかは分かりませんが、それだけ大谷選手の注目度が高いことが分かりますね。果たしてエンゼルスは今後どのような手に出るのでしょうか。これからの動きが楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。